スタバでどんなの飲む？僕、スタバはバニラフラペティーノぐらいしか飲んだことないよ、多分。なんか、わかんないよね、スタバはよく、正直。スタバ、もうでも、普通にバニラフラペティーノよ。てかね、僕の周りにスタバに行く人がいないから。僕の周りにスタバに行く人がいないから、そんなにスタバを知る機会もないよね。多分いたらもっと詳しかったね。フラペピーノ。いなくない？スタバに行ってそうなライバーいる？逆に。行ってそうっていうか、行ってるであろうライバーというか。星川、ああ、確かに星川詳しそうだな。星川確かに詳しそうだね。うわ、もうすげえ。もう、2時3時のスタバやん、星川。ああ、デローンさんとかも行くのかな。アッキーナとか確かに行ってそう。フワッチとかもなんだかんだ行ってそうだな。いや、モツさんは行かないよ。モツさんは行かない。クザも行かない。行かない。でもやっぱそう考えたら、ね、僕が遊ぶような人で行ってる人やっぱいないよ。イブラヒム行かないよ。行かない。ド 偏見。性格で行かなさそうだもん、今僕は行かないって言ってる人は。ガックンは、こう、みんなが行くなら行くけど、一人じゃ行かない、行かない。行かない。階段は行く。階段は行くね。ああ、おげんも行くなー。まゆゆは、なんか、すげえ好きじゃないけど、なんか、ちょうどいい場所と思ってそう、スタバのこと。エビオはね、行かない。え、甘すぎるっすよって言ってるよ、多分。アキくん行きそうだな。誰行くの？ ローレンはもうバニラフラペチーノ飲んで、エゴー言ってるって。行かない。ローレン行かない。あ、リリムちゃんは行ってる、多分。リリムちゃんは行ってる。シズリンさんも行くね。でもシズリンさんはなんか、スタバとか行ってても、頼むのはもうちょっとなんとかティーみたいな。なんかそういう、スタバのなんかクリームいっぱいみたいな感じではない、多分。ヤシロさんはスタバよりビールのが好きだよ。それ間違いないね。あ、ひまちゃんは確かに行ってそうだね。でもひまちゃんのフラペチーノって言えなさそう。雨宮も言ってるだろうけど、フラペチーノって言えなさそう。あ、アクシア君とか逆になんかすげえ詳しそう。急に。急にすげえ詳しそう。ローレンとアクシアが2人でスタバ行くってなって、タッタッタッって歩いてたら、急にローレンが、俺あんまスタバ行ったことないんよね、みたいなこと言い出したら、急に握手君が、饒舌なる。メガネクイッ。全部メニュー説明してくれる。これ全部偏見よ、ちなみに。先に言っとくけど。あー、作結は言ってそう、確かに。リオン様は言ってるよ。リオン様はなんなら新作の感想とかを、教えてくる。そういえばこの前さ、新作のストロベリー飲んだんだけどさ、って。あれめっちゃいいよって教えてくれそう、リオン様は。あの人なんかいろいろ詳しいからな。実際どうなんだろうね。ガチ偏見だけど、実際どうなんやろ。行ってんのかな、みんな。スタバとか。みたいなね。いや、実際は知らん。いや、まあ普通に僕、スタバ嫌なわけじゃないけど、スタバ行くとさ、まあ、飲み物を飲みたくてスタバに行くわけじゃん。で、並ぶじゃん。並んで、買うじゃん。それがね、僕からしたらちょっとね、なんか飲み物飲むためなのに割く手間じゃないなって思っちゃう。コンビニでお茶。意外とね。意外と僕そういう感じ。